縁日の参道、梅めてらしんは、東京都中野区にある新言集豊山派の寺院。一般には、荒井役師として知られている。三号は、荒井山。荒井山埋めてらしん梅寺。そう、京春により創建された。本尊は、空海作の伝承を有する薬師如来と如意林、観音像である。本尊は表、を、薬師如来、裏を、 呂一輪観音とする二仏一体の像であるとされ、非仏であるが、十二年に一度、虎年のみに開帳される。江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の御女で、御水のお天皇中宮のの和子が、当時の薬師如来に、眼病兵与を祈願したところ、たちまち回復したとされることから、特に眼病治癒の利益に関して、有名になった。その他子育てなどにも利益があるとされている。 当時は広大な境内に本堂、不動堂があるほか、井戸水は一般に開放されており、飲用水として多くの人がこの水を汲みに来る。毎月8のつく日は、縁日が開催されており、境内に多くの露店が並び、たくさんの人々で賑わいを見せている。また、南北朝時代にこの地域に本拠地を構え、南朝方に着いた久保寺市の装置にもなっている。 境内の北側は公園になっている。ありがとうございます。